我々が今まで比較検証してきたですねピックたちと仁義なき比較をしたいと思います。改めまして狭間さんお願いします。お願いします。今回は前回に引き続いてピックの引き比べをしていきたいと思います。今日比較するピックもご紹介しましょうか。はい、じゃあこちらスタンダードになってますけれども、はい、コンさんが愛用しているガスのミディアムになりますね。こちらを比較したいと思います。これジムダンロップのフローっていうですね、最近ちょっと話題になっているピックです。こちらも用意しました。せっかくなのでウルテムですね、ウルテムを世に知らしめたクレイトンっていうクレイトン USA のピックも試してみたいと思います。はい、ちょっとこれ近寄せていただきたいんですけど、これがあのアイバニーズのどうやらですね、うん、ベース用のピックらしいんですけれども、デザインのパンチがありすぎてつい間違ってポチってしまいました。これ一応ミディアムらしいんですけど、うん、何が何だか全くわからないデザインになってるんですね、はい、でもこれもちょっと引いてみたいなと思います、はい、付け加えてマックスグリップ、はい、全然ピントがいかない、ちょっと待って、はい、マックスグリップですか、はい、これどこのやつですか。ダンロップですね。あ、ダンロップのマックスグリップ、はい、の 1.0 をやっていきたいと思います。じゃあ今回はまずリファレンス的な存在としてガスのミディアムになります。コンさん愛用のやつですね。じゃあそれやってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがですか。いや、まあ、もう安定してやっぱいいですよね。弾き返り方がやっぱもう素晴らしいですよね。非常にいいと思います。じゃあクレイトンいきましょうか。クレイトン、はい、このウルテム一番爪の音に近いと言われているウルテムのティアドロップを弾いてみたいと思います、はい、それではお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。でもやっぱほんと爪っぽいですよね。なんか爪でこうかき鳴らしてる感じというか、それっぽい感じはしますよね。だからやっぱ全然なんか本当に自然に弾けるという。厚みはどんな感じですか。厚みこれ 1.7 なんですけど、なんか結構こう最初きついのかなっていうか硬いのかなと思ってたんですけど、でもやっぱこうこの材質のせいもあって、なんかその厚さをいい意味で感じにくいというかなんだけど、こうやっぱり薄くないのでしっかりこうその厚い音も出せるし、でもその扱いやすいですよね、このやっぱ材質が非常にいいイメージです、うん、なるほど。私外で聞いてる感じだと、あのコードを弾くときにはやや跳ね返りがあるのかなっていう感じがしたんですけれども、うん、単音になったらすごくみずみずしい感じというか、はっきりとできてメリハリもつけやすいのかなという印象がありましたね。めっちゃいいと思います。続いては、はい、これは狭間さんの愛用品ですね。そうですね、最近もこれ結構使ってて、しかもあの僕こっちじゃなくてこっち使っ、ここ使ってる感じなんですね。あ、こういう持ち方して。ちなみに XJAPAN のヒデさんもそれ使ってましたね。あ、本当ですか。そちらまで弾いてました。じゃあちょっと最近のこの使用している感じのサウンドを聞かせていただきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ行きますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。まあ、やっぱ本当に最近使ってるというか、あの狙った感じというか、あのいい意味で引っかかってくれるような、すごい細かいことで言うと、この最後のコードのフレージングをした最後のところにちょろっとね、アップを交えた時とかにニュアンスを出せる、はい、いや、おっしゃる通りですね。狙い通りのニュアンスが出せるっていうのが、さすがいつも使ってるなっていう感じが最近もっぱらこれで、そう、使い慣れてる感が出てました、そこに。素晴らしいと思います。はい、はい、じゃあ次はダンロップのフローですね、はい、これも最近ちょっと話題になってますよね、うん、これちょっと厚みがあるタイプ、うん、1.5、ね、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、こちらもお願いします。はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。早いですね、なんか早いっていう印象がすごい。触れてから音が出てニュアンスに変わるまでのスピードがむちゃくちゃ速いですね。速いですね。あの立ち上がりがすごく、でもかといってコントロールがピーキーじゃないところがすごいというか、なんで話題になってるのかも分かってなかったんですけど、うん、今聞いてなるほどと思いました、うん、音のまとまり感がね、モテるちゃんと出てきてて、うん、今狭間さんの意図しているものよりもターンオフレーズの最後のサスティン聞かせた時に、うん、はい、思ってるタイミングよりちょっと早くね、うん、出る感じが、しかも意外とサスティンがねファーッと弦が綺麗に振動してて、うん、はい、これ現場であればいいのかもしれないね、うん、確かにそうですね、うん、それがすごく出てきましたね、うん、素晴らしいです。じゃあ丸いピックが出てまして、まあなんかベースだったら確かになんとなくわからないでもない感じはするんですけど、果たしてギターで使えるのか試してみたいと思います。ありがとうございます。いかがでしょうか。まあ、あれですよね、コード弾きするときにこう狙いたい糸っていうのがすごくこうまとまって、こう親指のこういうところでこうやってるような、撫でるようなこうストロークとかピッキングとかをするときに思ってたよりよくて、ただちょっと使い慣れるんで時間いりそうですね。時間いりそう。ね、意外と良かったですね。じゃあ引き続いて西畑ブロー工業さんのおにぎりですね。はい、これ狭間さんがすごく気に入ってしまったので、はい、再度使ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうですか。めちゃくちゃでも僕の中では素晴らしいというこれ材質何なんでしたっけ。これ 100% 成分解素材っていうっていうことですよね、うん、これって本来そもそもひょっとするとピックの材質にすごくマッチしてるような気がしてるというか、うん、弦のこうタッチしてから出るスピードと、でやっぱりこう僕が個人に欲しいちょっと引っかかりの部分とか滑らかな部分で、音のこの例えば1弦までストロークしてから鳴るまでの1弦に対してのこうパワー感とか鳴り方っていうか、そのギターだけでこうで補えるとベストなんですけど、それ以上にもこうピックで補える部分というか、なんかそういったところをしっかりこう出してくれるような感じがあって、僕は個人的に大好きです。あとやっぱり弾きやすいっす。そうですね、単純に。で私はすごく感じたのが、削ったエッジが現場鳴りの良さと、うん、ピックのその弦の鳴りの振動の綺麗さにつながってて、ピッチ感がねとてもいいんですよ、うん、なので弾きやすいしニュアンスも出しやすいし、これはねなかなか興味深い現象ですよね。これ非常に素晴らしかったです。正直私もですね、ジャズ型のピック作ってくれたらぜひ使いたいです、うん、ちょっとこれ掘り下げてみたくなりましたね。いや本当に、あとやっぱこうどれぐらいこう持つのかとか耐久性とかもちょっと気になりますよね。なので長期レビューして使っていきたいと思いますね、うん、はい。じゃあ今日狭間さんありがとうございました。ありがとうございました。ピックを弾き比べてみていかがでしたか。すごいバリエーションがあったので、まあ、好みの世界とで実際あとこう取ってみた出音の世界とこうさまざまなこうバランスを、まあ、大体この辺のピックを使ってると間違いないというところもありますけど、でもさらにこう新たに一歩踏み出してもいいのかなみたいな風に今回ちょっと改めて発見がさまざまありましたね。そうですね、はい、また自分に合ったピックをね選んでいくっていうのも素晴らしいことですし、出音がねこんだけ変わるとね、うん、また使いがいもあるよね、うん。いや、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日はこのまま終わりますか。じゃあやりますか。なんかいつも僕やらせてくださいみたいな感じすいません。いきますね。じゃあこの動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。深夜バージョンありがとうございます。ありがとうございました。左手のバランスを細かくこう拾ってくれるというか、なんかやっぱりこう個体がしっかりしてるからね。